行くぞ。こんにちは。こんばんは。ポナールチャンネルのマサです。いやです。皆さんね、ダーツの旅って知ってますか？知ってるでしょ。嘘をつくんじゃないよ。もう大好きあの番組。もうマサが本当 YouTuber になって有名になってる前には絶対やりたいっていうのがもう日本を回りたい。そうで、視聴者さんともひたすら会いたいと、マジでそう言ってて、今回夏休みなのでマサがね、やっちゃいましょうよ。だからどこに行くか分かんないですけど、ひたすら思いっきりダーツをぶち投げて貫通した剣に行くっていうね。今回用意しましたよ、わざわざ印刷してね。普通に印刷しただけだ。これ日本地図があるんですよ。知ってますか？ここ何県か分かりますか？県じゃないからさ、北海道ですよ。今からこれに、まあ、画鋲ダーツって言って画鋲を投げるんですけど、当たった県に遊びに行きます。行きますよ、マジで。貧乏生活で旅をするというね。まあ、これもし好評だったらシリーズ化するかもしれないので、まずね、記念すべき第1回目はどこなのか早速やっていきたいと思います。こうやってね、こういう感じでセットしました。どこに行きたいですか？俺は西の方、全然行ったことがないからこの辺行きたいな。俺は結構青ぐらいかな、上の東北ね。そう、俺熊本生まれだからこっちの方行ったことあるよね。なるほどね。だから上の方とかね。じゃあいいよ、上狙いで行くよ。おう、拍手ちょうだい、視聴者の皆さん。してないね。じゃあ1投目いきます。3、2、1。っていうのを何回もやればいいのね。水色、これ水色。次は何だかといくよ。いきます、来い。この企画終了です。うわー、惜しい。いや、まあ、当たったんじゃない？当たったけど、刺さってない。刺さってないからこれなしだ。刺さってないな。もう一回当てますよ、福島に。行くぞ。行ってきます。日本全国ボナールの旅第1回は岩手県。かゆかっただ。まあ、市はゲリラなんだけど、市ははちょっとまだ決めてないので。岩手だとカモメの卵とか牛さんですね。前沢牛さんですね。牛さん食べたい。牛さん食べたいな。まあ、これで何を企画取るとかはまだこれから決めていくんですけど、まあ行くことが決定したので、ね、岩手県の皆さんよろしくお願いします。シュース。日程は、8月16日から8月18日の間で行きたいと思います。そう、まあちょっともしかしたら変わるかもしれないのでね、よかったら Twitter の方で多分また拡散すると思うので、ぜひフォローお願いします。ありがとうございます。はい、ということで、はい、本日も動画最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、フォロー、そして岩手の皆さんよろしくお願いします。あと高評価もね。また明日。ありがとうございました。テンション高っ。俺ら今日寝てるから。